かすごく優しくて、こちらとしてはそんなつもりないけど、やっぱりてんじゃんってか聞こえてんじゃん、それ頭の中お花畑だとか少女漫画だとかもなんだってどうだっていい、そう今すぐ君に会いたい、君に会って確かめてみたい、世界のことあり愛の定義幸せのカテゴリー、まだまだ君を知りたい、こんなセリフがあってもないけど、どんなにかこつけてたって決まりゃしない、君じゃなきゃダメみたい。気づいたところでさ、明日も家の前通るわけだけど、いや分かってんじゃんってか期待してんじゃん、それこの左右はサバなしとかご近所付き合いだとかもなりほり構ってらんない、意味がない、どこ目線コテルスイカや、知らん知らん、ジョー